お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。今週の軍団戦は、JP 軍団でして、JP といえば、先行をしにくいって感じでございまして、なんとも言えない戦績になりました。どうにかこうにか、やってはいるんですけどね。ま、どうなったか、見ていきましょ。最後まで、ゆっくりしていってね。第一姿勢は、9番に攻めました。施設レベルは、184でしたね。はい、中に行けないと、辛い陣形です。ま、やってみましょ。援軍でターゲット外しつつ、ブレス攻防ですね。下に、カヌ。左に、カッカ。右から、芝居です。今回、出す順番を変えてみました。ま、悪くない感じですが、問題は中ですよね。はい、リプソンが芝居の天敵だったのを忘れてました。これは、一気にダメなパターンになりましたな。残念ながら、中は全く削れなかった。余毛が奇跡の動きをしてくれると、大復活なんだけどね。芝居の虎が、邪魔してますな。はい、虎が邪魔だけど、下から余毛出してみました。うまく、虎をかわしていきましたが、武将に捕まりそう。しかも、義援さんでした。はい、余毛さん、さようなら。時間が足りないけど、兵の力で頑張ってみましょ。炭鉱兵の力は、通用してそうなんですけどね。ほんと、回復塔が鬱陶しいですな。ま、今回は、武将の出し位置が悪かったんでしょうね。特に、芝居。ということで、1枚でした。第2姿勢は、11番に攻めました。施設レベルは、184でしたね。あらら、さっきと同じ陣形かな？配置が、若干違うだけっぽいですね。左から、ブレツ攻防です。下に、カッカ。右から、カヌ。上に、芝居ですね。人形が外にあったので、中でターゲット外しができませんな。さっきの9番より、削り速度が遅くなっとる。白順通りの強さではない感じですね。
回も芝居の状況が危ういですね。虎を二桁は出せてないときついんですよね。そろそろ中も削ってくれないと間に合わないよ。まずいですね。2枚狙いにするか迷っております。はい、賭けですが、下から読もう。敵武将を引きつけてる隙を狙ってみたけど、どうかなはい、ノウタカが出ました。あらま、トウタクに捕まっちゃった。無理やり城が落ちないかな。回復塔も残ってるしダメっぽいですね。ということで、またまた一枚でした。第三姿勢は、12番に攻めました。施設レベルは、181でしたね。これまた、中をどうにかしないと、厳しいですね。左から、芝居。下に、ガン。上から、カッカ。右に、援軍でターゲット散らしつつ、ブレス攻防です。まずまず、狙い通りの動きかな。ブレス攻防が、地球打たないねー。変な移動はしなくていいんだけど。変な移動をしたせいで、全然削れませんでしたな。はい、左から余毛で、無理やり中に入れます。はい、一応、ノウタカ発動。しかし、これ以上は、無理っぽいねー。ということで、撤退です。第4姿勢は、20番に攻めました。
施設レベルは182でしたね。徐々に白順で貝の方に攻めてきましたが、そろそろさらち取りたいね。左から角か、上に芝居、右はカヌ、下からドレッツ攻防です。しかし皆さん空港が育ってるんでしょうね。なぜみんなで上に集合しちゃったのか。これはドレッツ攻防次第って感じだね。これまで。下をドレッツ攻防に任せて良いのか迷ってます。はい、ブレス攻防が右に行きそうだったので左を予毛で削ります。はい、ノータカ出たけど、奉仕塔が残っちゃってる。もう、ダメだ。時間が厳しいけど、狙っていきますよ。あとは、信じるのみですね。残念ながら、間に合いませんでした。奪還は、7番を守ってた人に攻めました。施設レベルは、182でしたね。はい、バツ印陣形が来ましたよ。そして、今回攻めた白順で、最上位なので、不安だらけです。ま、ここだけは、成功したいですね。右に芝居、下にカヌ、上にカツカ、左ドレッツ攻防です。ここみたいに武将の塊と城が離れてるときは城側から弓武将を出すことをおすすめします。なぜかは後ほど。さすがに硬い感じですね。外側は問題なく削れそうですな。右の奉仕塔、誰か壊してくれんかな。
はい、右下に援軍出したんですけど、中身が太平だったんですよ。てっきり、分子が入ってるって、勘違いしてました。ちゃんと確認してたら、ここでは出してないんですけどね。そろそろ、時間がやばくなってきましたね。はい、ここで、武烈攻防より先に、余猛で疲労攻撃に行きます。この後、左に弓武将を出したメリットが出ますよ。はい、脳坂発動です。時間もないので、兵もじゃんじゃん出してます。はい、ここ、敵武将に見つからずに、城を攻撃できるんです。ということで、奪還成功。余猛と弓武将のコンボ、試してみてねー。時間不足で、さらちはできませんでした。最終結果は、勝利でした。今回は、最後までセリセリの状況で、ずっとドキドキしてましたね。勝っても負けても、ギリギリの攻防が面白い。ってことで、楽しめた軍団戦でした。はい、個人累計ですが、奪還成功率が 30% に上昇。あと、4回連続で奪還すれば、50% に持っていけますね。ま、厳しいと思いますが、50% 以上を目指して、頑張りたいと思ってます。それでは、今回はこの辺で。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。